寒くなってきたし、パーカー欲しいな。あ、そうだ、フリマアプリで探そう。あ、これめっちゃかっこいいじゃん。しかも送料込みだ。速購入。お、この前出品してたパーカー売れた。やった。けどパーカーって地味にかさばって送料高いんだよな。は、いいこと思いついた。圧縮して猫パスで送ればいいじゃん。俺天才だわ。数日後。この前購入したパーカー届いてんじゃん。てかやけに袋小さいな。とりあえず開封してっと。てぇ、ありえないくらい圧縮されてて、シワクチャなんだけど、ふざけんな。購入した商品がギチギチに梱包されててシワまみれでした。低評価。うわ、低評価されちゃったわ。まあ送料いたし、いっか。てか他の商品もたくさん売れてんじゃん。全部圧縮して猫パスで送っていっぱい稼ぐぞ。さらに数日後。無事商品は届いたのですが、送料を抑えるためか、トレンチコートを圧縮して猫ポスで送ってきました。最悪です。低評価。冬用にダウンジャケットを買ったのですが、3次元のものが2次元になるぐらい圧縮されて送られてきました。信じられないです。二度とこの人から買いません。低評価。マジで最悪です。送料込みだからってここまで圧縮して送るのは許せません。送料込みじゃなくていいので、普通に送って欲しかったです。低評価。いっぱい低評価ついちゃったわ。まあ気にせず他の商品もどんどん圧縮して送るぞ。さらに数日後。相変わらず低評価だけど、全部売れたし。ってあれ？送料思ったより高くなってね。180円ぐらいだと思ってたのに、800円になってるし、これとか1000円に上がってる商品より高くなってんじゃん。